まあ、けど安いやつ買っちゃおうかな。で、あとは、あと寝るための、お家を買っておかないと、あれだな。で、家はどっちだっけ？こうやって？こうかな。に置いちゃおうかな。よし。これでお家ができた。うん、OKOKOK。で、いろいろ買っちゃってるから、金が やばいな。よし、じゃあ戻ろう。よし、これで着いたから、これで、やればさすがにすき込みが必要ですっていうのはなくなるだろうな。で、だからカルティベーターをまた下ろして、いいんだよな。なんかやってる感が。うん。よっしゃ、これの、全体的に、やっていこう。よし、全部これで、一面終わったけど、これで、強化がどうなるかだな。マップ、マップ。どうなった？マップをズームにする。なんだ？工作済み。一部できてない。緑成長中。そんな判定あるんだ。もう一回やろう。これで、ここじゃない。あれ？やったよ。あ、消えた。ちょっと時差あるんだ。けど、こっからだ、こっから。ここら辺かな？できてないの。でどうよ。オッケーだ。オッケー。次、石炭が必要。どんだけひどい土壌のところを買ったの？また、石炭用の何かが必要なんだよね、おそらくね。ショップ行って、石炭。これかな？違うか。石炭。これなのかな？なんかこれ、肥料入ってたやつなんですけど。あずし、荷下ろしってあれば、こうやって肥料が、箱になるんだ。箱の中で。なって、多分、ちょっと調べたんですけど、調べたというか、ショップのやつ見たんですけど、石炭っていうメッセージはなかったんで、これにまた入れて、石炭撒けばいいんじゃないかなって思ってまた、買い物、行こうと思います。よし、これで石炭買ったから、これを、補充できるかな、これね。まさかの？これは、
入りませんよっていうことはもしかして。アタッチメントの中身を補充してください。アタッチメントを、これじゃないんだ。ということは、これかな。なんかそんな感じがしてきたな。よいしょ。で、あれ？補充できない。これでもないの？一旦選択して、補充っていうのが出てこないからな。選択。これじゃないんだ。ああ、わからねえ。で、石炭。やっと。やっとなんか、なんとなーく分かり始めたんですけど、この石炭の、二段目のところ、下のメッセージのその上の、このアイコンが石炭っていう、アイコンなんだな。これが肥料。それを見て、適してるやつ。これは肥料。これなんだな。ということは、これも必要なかったってことだな。なんかいろいろもったいないことばっかりしてるな。で、さっき買ったのは、これか。アイコン湯気出てますからね。あいつですね。そういうやつか。っていうことは、維持費がかかる。維持費がかかるのかな？かかってもかからなくたとしても、お金がなくなっちゃうから、売りましょう、これ。で、これももったいないですけど、売りましょう。で、売って、一個上のバージョンです。肥料と石炭が使えるやつ。これを買いましょう。で、拡張？いっぱい入りますよってやつか。まあいいや。これで、二つ売って、無駄なお金になっちゃいましたけど。で、これをつなげると。わあははは。ちょっとあれか。強引すぎだか。まさか？この車じゃ、くっつくよな。よかった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 。危ねえ。また車買わないといけないのかなと思ってしまった。で、これをまた近づけると、さすがに、ちょっとあれだな。
できた、できた。補給するエルスさん。ああ、やっと入った。入っていっていってる、入っていってる。ああ、よかった、もうこれで。帰ろう。すごい、え？すごい大変なことになってるけど。よし。じゃあこのまま帰りまーす。なるほど。あのアイコンを合わせ、ちょっとアイコンの説明みたいなやつないのかな？ここのアイコンでも名前書いてくれてたらいいんですけど。もう慣れるしかないな。よし。じゃあ帰りましょう。よし、着いたので、石炭の投入を始めたいと思います。早いな。ちょっとすごい曲がってたから大丈夫かな。しかもめっちゃ早い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 。大丈夫か？この一面全部。おお。そんなに？そんなに散布してくれるんだこれ。でもここら辺からでいいかな。どうだろう。あ、結構な面積やってくれるんだな。おお、いい感じ、いい感じ。あの、一番奥のやつが気になるけど。まあ、いっか。また後で言われたら。だけど、ここら辺からでいいっていうことかな。道理でなくなるスピードが速いわけだ。微妙なところをやったら終了か。OK かな。よし。じゃあ、これで、マップの判断がどうなってくれてるか。頼みますよ。やっとこれで、いい畑ができたっていう判断になったのか。よかった。突き込みと、その後に石炭が必要と。よし、これで終わったから、この、え？この上からもう一回耕かすの？そのままでいいのかな？まあ、そのまんまでやってみようかな。じゃあ、あれ？前はここ白かったのに。今は？え？今はこれなんだ？大麦。大麦作ればいいのかな？どうだろう？何でもいいっていうことなのかな。できたから。どの色でも反応しないですからね、これね。あ。そういうことか。畑を作ったから、どれでもいいのか。どうしようかな。で、結局、なんか、このひまわりと、キャノーラか。が、ですね。これ今これできてるのかできてないのかがちょっと微妙なんですけど、成長中って書いてるんですよね。ここの右下の畑の情報。勇者になった作物の種類キャノーラ。あ、収穫可能になってる。朝というか一番初め見たときは、これやばくなってない？これ。収穫可能になってるから。よし。じゃあ次は。あれですね。
収穫機を買ってスタートしたいと思います。自分の畑の収穫やっていって、あとはここら辺のバイトもなんか一個だけやってから、それ以降はのんびりと私の方でやるとかっていう流れにしていきましょうかね。うん。というところで、今回ここまでとなります。かっこいいな、これな。うん。では、ご視聴いただきありがとうございました。